新潮先生が伝えたい高身長のメリット。身長ビヨーン。医師医学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊ですよ、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人は、チャンネル登録お願いします。この動画を見ている方、早速ですよ、ズバリ、身長が高くなりたい。ね、そう思ってるに違いないですよね。身長先生のチャンネルを見てて、身長が高くなりたくない人なんていないんですよ。なぜならば、チャンネル名がね、身長先生だからね。この身長先生のチャンネルを見てですよ、仮にですけど、大食いの動画を見たい人がいたら、今すぐこのチャンネル閉じてくださいね。この動画を通してですね、恐怖映像を見たい人ね、今すぐチャンネル閉じてください。この動画を通してですよ、車のですね、レーシング動画を見たい人、今すぐこのチャンネル閉じてください。で、この動画を通して、身長を伸ばしたいあなたは、最後まで見てくださいよ。身長を伸ばしたい、そこのあなた。身長を伸ばしたいのに、もしかして、モチベーション低下したりとか、何をしたらいいのか分かんないとかね、なんか身長伸ばしてもそんなに意味ないんじゃないとかね、そんな風にね、思い始めてませんか？それはいけない。分かります、その気持ちね。それこそ私もですよ、自分が身長も今となっても伸ばせないわけですけど、身長を伸ばせる時期ね、まあ身長なんてそんな人生によって関係ないでしょとかね、身長は別に高くなくてもいいでしょ。そういう風に思った時期があります。ただし、今私ですよ、もう身長を伸ばせないこの年齢になって思うこと。身長は高い方がいい。ね、必ずですよ。あなたはですよ。あの時もっと身長伸ばしておけばよかったと必ず後悔しますので、この動画を見てですね、もう改めて高身長のメリット私お伝えしますので、モチベーションを再度上げていただいてですよ。身長を、ね、一緒に伸ばしましょう。それでは早速ですけども、高身長のメリットについてお話しさせてくださいね。まず一つ目のメリット。これ、ズバリいきますよ。じゃん。モテる。モテる。もう一回言いますよ。モテる。モテるんですよ。身長が高いとモテるんですよね。これね、私がね、もうね、証明してます。証明してますが、もうね、実感してます。高身長の人はモテるとかね、自明の事実、もうこれ 100% そう。仮にですけど、昭和の時代も、平成の時代も、令和の時代もね、もうほんとこれからの100年も通してる人はもうね、間違いなく身長が高い人はモテるんですよ。もうそれはほぼ間違いない。当然ですけども、今はね、資本主義社会なんてね、お金がね、すごく権力を持つ時代になりましたけども、もともとのですよ、生物社会ってね、強い人がね、やっぱりね、モテたと思うんですけども、その名残じゃないですけどもね、そういった部分があるんだと思うんですよね。今でも同じです。やはり身長が高い人は明らかにモテるね。こんなのね、証明するまでもなくね、皆さんが実感していること。さらにですけど、今日はですね、なんとですね、調査結果があります。株式会社 2B ね、2B のね、調査によりますとですよ、1500人以上の女性を対象にですよ、理想の彼氏の身長はね、何センチですかっていうふうにね、そんなね、酷な質問をした調査があるそうなんですよね。身長先生のチャンネル見てる方であればね、めちゃくちゃ身長伸ばしたいとですね、考えてる方がいるので、こんなにね、刺激的な質問はないっていうのがね、本音だと思うんですけども、いかがでしょうかね。1500人以上ですね、女性をターゲットして聞いたその結果、約 60% の人がですよ、男性の身長は自分よりも15センチから20センチ高くあってほしいってこと。高すぎーみたいなね、ちょっとそれは勘弁してくれって声が聞こえてくる。ただし、現実はそう。例えばですよ、日本人の女性の平均身長158センチだとすると、プラス15センチであれば173センチ。プラス20センチであれば178センチも必要ってことですよね。結構高いと思った方もいらっしゃると思いますよ。ただし、世の中の女性はそれを求めてるね。その身長になりましょう。ね、私と一緒になりましょう。私と一緒であればなれます。身長先生と一緒であればね、その身長も十分に叶えられますのでね、一緒にね、その身長になってモテましょう。私はもう遅いんですよ。私だってもっとモテたいんですよ。ただし、動画の目の前のあなたであれば、まだ間に合う。バシバシ身長伸ばして、モテてくださいよ。本当にね。他にも調査がありますよ。今ほどの調査はね、1500名を超えるアンケートってことですごいんですけど、次のアンケートもっとすごい。株式会社ネオマーケティングです。4500人を対象にしたモテる男性ってことでね、どんな男性がモテるかね、まだ調査したって、そんな酷なデータがあるんですよ。聞きたいでしょうね。どういう人がモテるかね、皆さんも聞きたいでしょう。第1位、モテるために何が必要かってことでね、その株式会社ネオマーケティングがですね、算出してくださったデータは、じゃん！清潔感！ねえ、皆さんね、聞こえてくる。身長じゃないのかってね。おい、お前、身長先生のチャンネルで第1位、清潔感ってそれないやろって思ったあなた、安心してください。第2位、
身長が高い。第2位、背が高い。それがモテるためのね、必要なことっていうふうにね、書かれてるわけですよ。あれ?と思って、ちょっと身長先生、その第2位のね、ネタ持ってくるって思ったかもしれない。ただし、ここにはですよ、なんとですよ、私がお伝えしたいことがある。清潔感は、大人になってからでも手に入る。ただし、身長は大人になってからは手に入りません。はい、そういうことですね。私がお伝えるのはそういうこと。モテるためには清潔感と、そして身長が大事だってことは、この4500人のデータが証明してくれた。それは明らかに正しいと私もね、清潔感で身長が高い人、そういう人はモテるに決まってるんですよ。ただしですよ、身長は大人になってからは改善できない。清潔感は大人になってからも改善できる。そこなんですよ。大人になってですよ、自分でしっかりと一生懸命仕事をしていっぱい稼いで、脱毛したりだとか、美肌治療を受けたりだとか、ダイエットしていただいたり、もう散々ね、いろんなことできます。大人になってから清潔感手に入ります。ただし身長は100億円あっても大人になってからではね、身長伸ばすことできないんですよ。だからね、そういった意味ですよ、子供にとって将来モテるために最も必要な要素は何ですかというふうにね、置き換えれば、このね、4500人のデータもやはり1位は身長が高いというふうにね、言えるんじゃないでしょうかね。どうですか、皆さん、身長また伸ばしたくなったでしょう。あれ、ちょっと声が聞こえてきましたよ。ちょっとこんな声がね、モテるってそんなに大事なことなのっていう風なね、声が聞こえてきましたよ。実際ね、モテた方が絶対人生楽しいんですよね。しかもそのモテるために身長が重要だってことなんですけども、今の時代何年間生きると思いますか。人生100年時代ね、こんな言葉皆さんご存知でしょうかね。ロンドンビジネススクールの教授のリンダ・グラットンとアンドリュー・スコットがライフシフトで提案したことをね、人生100年時代ってことですよ。ライフシフトによれば、2007年生まれの先進国の子供はなんと2人に1人はですよ、100歳まで生きるそうです。ってことでね、そのためにですよ、今までとは全く違った人生設計が必要だということがですね、そこのライフシフトですよ、唱えられてるわけですね。それを踏まえてですけども、2017年にはですよ、首相官邸に当時の首相の安倍首相をですよ、議長とする人生100年時代構想会議というのが設置されてですよ、日本の政府も100年時代に向けて動き出したというのね、皆さんももしかしたらご存知かもしれない。私がお伝えしたのはつまりこういうこと。20歳ぐらいまでに身長が決まってしまう。そしてその残りの80年間は最初の20年間で決まった身長で生きなくちゃいけない。それは人生100年時代ね、これだけ医療が進歩してもおそらくそんなに簡単には変わらないっていうことなんですよね。だから今身長を伸ばすことがね、大事で、そして残りの80年間はモテまくって皆さんね、人生をね、終えていただきたい。そういう気持ちを私お話しさせていただきましたけど、いかがでしょうか。ということで、最初にお伝えしたポイントは、身長が高いとモテるっていうことですよね。本当にね、私をもってね、若い子に帰ったらですよ、身長先生に会ってですね、もっと高い人生を送りたかったけど、私はもう叶わないんですよね。私が小さい子はね、私のようなね、お話ししてくれるお医者さんどこにもいなかったね。本当だからね、今のお子さんある意味羨ましい。ということでいきますよ。高身長のメリットの二つ目、モテるに対して二つ目がなんと高収入。ということでね、なんとですよ、高身長になるとお金持ちになれるそうなんですよ。皆さんお金欲しいですかね。欲しいですよね。大人になってから唯一買えないもの、それが身長でした。逆の言い方をすると、身長以外のものは結構お金でね、いろいろと叶えられるんですよね。この世の中本当に残酷なんですよ。しかもその高収入になるためにですよ、実は高身長になる方が有利っていうね、何このデータってことで今から紹介しますよ。米国のジャーナリストマルコム・グラッドウェル氏の著書ブリンクにこんなことが書かれています。世界企業500社番付の半数の企業の男性 CEO ね、 CEO とかつまりまあ社長さんですよね。社長さんについて調べたところ、平均身長は全米の男性の平均よりも3インチ高かった。つまり7センチメートル高い182センチだったってことですね。もう一回ちょっとね、分かりやすく言うと、平均的な身長よりも社長さんっていうのは身長が高かったってことだって、ね、しかもそれがなんと7センチも高いってことだ。ってことですよね。全米ではですよ、182センチ以上の身長の男性は約 14.5% だ。調べた企業の CEO で 58% に上った。さらに188センチ以上の身長の成人男性全米で 3.9% だが、 CEO では 30% に上った。そうだ、これすごいデータですよね。アメリカの社長さんの3人に1人は188センチ以上ってことで、アメリカ身長高ーって
ってね、そういった感想とですね、逆に言うとね、お金持ちの人がむちゃくちゃ身長高いっていうのはね、よくわかるんですよね。人はですね、なんとね、形態化すると無意識にですよ、身長が高い人に等速量を感じてしまっているというふうにもね、記事には書いてあるんですけどもね、本当にこんな高いのかなと思っちゃうんですけども、こういったね、記事があるわけですけどね、皆さんいかがでしょうかね。他にもね、こんな記事見つけてきました。出世ナビ知らないと大変。ビジネスの法則。第22回代表性バイアス。会議みたいなのがあったそうなんですけど、そこで出世に必要なものは何ですかっていうね、質問を皆さんに問いかけたそうです。そうするとですね、学歴と身長だっていうふうに言われたそうなんですね。学歴社会も本当にね、困っちゃうんだけどもね、身長もですよ。出世に関わるなんて本当に勘弁してくれっていうね、感じの世の中ですよね。だけどね、これが現実だそうです。能力を判断してくれとね、そういった声をね、本当に聞こえてくる。ただし人間はね、本当愚かな生き物。身長でね、判断するなんて傾向があるなんていうふうに言われているそうですよ。もちろんですね、皆さんにですね、今日お伝えした内容を鵜呑みにしろというふうにね、お伝えするものではないです。人生ね、身長だけでは確かにないんです。ただし、身長が高い方がなんとなく良さげだということはね、言えるんじゃないでしょうかね。少なくとも身長ね、伸ばしたいと思ってるあなたはね、モチベーションがもし低下してるのであればね、お金持ちになれる、もっとモテるというふうに、そういうふうに考えて、毎日ね、身長をね、伸ばしていただくようにね、努力していただければというふうに私は思いますよね。そして、まだまだ今日は終わりません。最も大事なね、高身長のメリットなので、3つ目をお伝えしたいと思います。ご自身の子供も身長が高くなりますよってことですよね。自分の人生ってのはね、もう限られてるわけですよね。その中でですね、次の世代、次の世代というふうにですね、またバトンをつないでいくわけなんですけどもね、その中でですよ、当たり前といえば当たり前なんですけど、身長は遺伝します。ですので、今高い方が子供の身長も高くなる可能性がある。そういった意味でも身長が高い方がいい。別のね、側面からちょっと見てみますと、例えばですけども、スポーツでも身長はね、メリットがあるなんて言われたりもする。こんなのもう当たり前かもしれないけどね。2018年の FIFA ワールドカップの時は日本代表の身長178センチ。そして2021年の巨人軍の平均身長181センチってことですね。ですので、高身長であることでスポーツにとって明らかにメリットである。むしろですけど、スポーツの世界で本気でですよ、活躍するときはね、もう高身長じゃないとなかなか難しいなんていうふうにね、考えられることもしばしば。そういったときにですよ、ご自身のお子さんもですよ、身長が高くなるために、まずはご自身が身長が高くなることが必要であるということですね。さてということですね、本日お伝えしていただいた3つのポイント、もう一回振り返ると思います。まずは1つ目、モテる。そして2つ目が収入が上がる。そして3つ目が子供の身長も高くなるってことでですね、この3つのポイントね、また覚えてください。ぜひね、こういったね、モチベーションにしていただいて、改めて過去の身長先生の動画たくさん見ていただいてですよ、身長伸ばすですね、知識はバシバシ入れていただいて、身長伸ばしていただければと思います。私もね、本当に皆さんにお伝えしたいのはね、30歳とかね、40歳になってからね、伸ばそうと思って、ね、無理なんですよね。だから今本当にぜひね、伸ばしていただいてですよ、楽しい人生を送っていただきたい、本当にそういう風に思ってるわけです。今後ですね、身長に関する全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、身長美容、バイバイ。